シャノン・ウォーカーは、テキサス州ヒューストン出身のアメリカ合衆国の科学者、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。夫は、オーストラリア出身の宇宙飛行士である、アンディ・トーマスである。自家用飛行機オーナーパイロット協会と、女性パイロットのための組織であるナインティーナインズに所属している。趣味は料理、サッカー、ランニング、ウェイトトレーニング、飛行、キャンプ、 旅行等である。ウォーカーは1983年にヒューストンのウェストベリー高校を卒業し、1987年にライス大学で物理学の学士号を取得した。また1992年、1993年にライス大学で宇宙物理学の修士号、博士号を取得した。ウォーカーは1987年にスペースシャトルの飛行制御員として、 ジョンソン宇宙センターで働き始めた。彼女は STS-27、STS-32、STS-51、STS-56、STS-60、STS-61、STS-66 ST 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 等スペースシャトルの多くの飛行に携わった。1990年から1993年まで、ウォーカーは ジョンソン宇宙センターを一時休職し、大学院に通って、太陽風が金星の大気に与える影響について研究した。1995年、彼女はジョンソン宇宙センターに戻り、国際宇宙ステーションのプログラムに携わり、ハードウェアの設計や建設に携わった。1998年、彼女は ISS の軌道上の問題を解決する。 ミッション評価室のマネージャーになった。1999年、ウォーカーはモスクワに移動し、ロシア連邦宇宙局で働いた。2000年にヒューストンに戻り、ミッション評価室の技術リーダー及び、機動技術室の副マネージャーになった。最近では、宇宙飛行士の候補になる前に、機動技術室のマネージャーになった。ウォーカーは2004年5月に、 NASA の宇宙飛行士の候補に選出され、2006年2月に訓練を終え、ミッションスペシャリストとして将来の飛行への技術の割り当てを行うようになった。ウォーカーは現在は第22次長期滞在のバックアップの機長を務めており、第25次長期滞在ではフライトエンジニアとして ISS に滞在する予定である。ありがとうございます。